ゲームセンター、ゲームセンター、ゲーセンターとは、ゲーム機などの遊戯設備を設置して客に遊戯させる、営業を行う店舗や、それに類する区画された施設である。略して、ゲーセンとも称される。業界やメディアでは、アミューズメント施設という呼称も、積極的に用いられており、セガエンターテインメント、バンダイナムコアミューズメント、対等、ラウンドワンのゲームコーナー、アドアーズなど、 多くの企業の公式サイト内では原則としてアミューズメント施設の故障を用いている。ゲームセンター、ゲーセンターという語は和製英語で、英語では動詞の施設を指してアミューズメントアーケード、アミューズメントアーケードやビデオアーケード、ビデオハーケードという表現が使用される。また20世紀初頭にはペニーアーケード、ペニー、アーケードという語も用いられた。 営業に主として供される、遊技設備にはなどがあり、運営会社や地域によって設置される設備も大きく、異なる。ビデオゲームが、全く設置されておらず、プライズゲームやメダルのみで占める施設も多い。ゲームセンター、ゲームセンターという呼称は、和製英語で、古くから慣用的に使われているが、日本の業界では、この故障を嫌って、アミューズメント施設、 AM 施設と呼ぶことがある。特に、ビデオゲームのない施設で用いられることが多い。これは1980年代以降、アーケードゲーム業界のトップ企業の一つである、セガ、後のセガゲームスの中山駿が、当時自身が社長を務めていた、セガ系列の施設や業界団体で、イメージの改善を目的として、積極的にこの故障を推進したことによる。また、 アミューズメントスポットと称される場合もあるが、これはゲームセンターに限らない遊園地やボーリング場との娯楽施設一般を指す場合にも使われている。世界初の業務用アーケードゲームはナッチングが1971年に発売したコンピュータースペースとされている。このコンピュータースペースは 生産台数約1500台と少なめであまりヒットしなかったものの構成のゲーム文化に与えた影響は大きかった。なお、コンピュータゲームの原型はさらに古く1958年に米国のブルックヘブン国立研究所で物理学者のウィリアム・ヒギン・ボーサムがオシロスコープを使って制作したテニスゲームテニスフォー2とされている。これは 業務用に制作されたものではなくブルックヘイブン、国立研究所の定期公開日の見学者向けにあり、合わせの機材で制作されたものであったが、予想外の人気を博した。1972年に、当たり社から、ゲームシステム、ポンが発表されて、大ヒットし、この、ポンが、アーケードゲームの元祖と呼ばれている。風俗営業等の規制及び、 業務の適正化等に関する法律以下、風適法第2条では、性風俗関連特殊営業以外の風俗営業を第1号から第5号までの5種類に分類しており、ゲームセンターはこのうちの第5号に属する。ゲームセンターを運営するにあたっては、一定規模未満のシングルロケを除いて、監督官庁である公安委員会の許可を要する。 2016年時点で許可を受けている営業所数は4542件で1986年の26573件をピークに1993年を除き毎年減少を続けている。ただしこの営業所数にはゲーム喫茶やカジノバーンあるいはアミューズメントパークなどゲームセンターとは異なる業態も含んでいるため実際にはこれよりもさらに少ない。 なお、同じ遊戯業であるパチンコ屋は第4号営業に属しており、ゲームセンターの営業とは行える行為や禁止行為が一部異なっている。2010年に入って以降、オンラインソーシャルゲームの影響から市場が減少しており、2007年の6780億円をピークとして2015年の市場規模は4050億円と、8年で40.3%減となっている。 ほとんどの施設では100円などワンコインで遊べる設定にしているため値上げが難しく2014年4月の消費税増税分は価格転嫁がほとんどできていなかった1985年2月13日より施行された風的法により設置される遊戯設備や施設形態によっては同法第2条1項5号2016年6月22日までは 同法第2条1項8号が適用され、営業に際し風俗営業の許可が必要となった。これにより、法律で営業禁止時間が午前0時より午前6時まで、同法第13条2016年6月22日までは、午前0時から日の出までと定められ、24時間営業が禁止されている。そのため、営業時間は、 おおむね10時から24時で共通しているが、午前6時から営業している店舗や正午から営業する店舗、23時、以前に閉店する店舗などもある。さらに、秋田県、福島県、愛知県では午前0時から午前9時まで、東京都では午前0時から午前10時までの営業がそれぞれ条例により禁止されている。また、年末年始や特定の地域など、 都道府県の条例で定められた場合は午前1時まで可能。なお、年中無休での営業は禁止されていない。さらに同法では、この他栃木県では16歳未満であっても中学校を卒業した場合は16歳に達したものとみなすとの規定がある。新潟県では条例により22時から翌日の6時、4月から9月もしくは日の出時間。 例から翌年3月までは月により6時15分から7時までまで18歳未満の者の入場が禁止されている。その他、一部店舗では学生服着用の場合別の規制があったり一部地域の学校では保護者同伴でなければ立ち入り禁止だったり保護者同伴でも終日立ち入り禁止としている場合もある。このような地域ではトラブル防止の観点から 店舗側の自主規制で時間帯にかかわらず18歳未満の入場を禁じ、子供向け機器、キッズメダルやキッズカードの設置をしないようにすることが本土である。例外として、休日など学校が休みの日は警察や PTA などの歩道の対象にならず、有名無実になっていることが多い。栃木県では、ボン、年末年始に適用されない日が指定されている。 ただし店舗によっては保護者同伴でなければ現行通り18時までの場合もある。床面積に占める規制対象ゲームの投影面積を3倍した割合が90%以下でなければならないなどの規制がされている。2016年6月23日以降の都道府県別における18歳未満の者が保護者同伴で入場できる時間は以下の通りである。この規制に違反した場合、 改善命令が出される25条ほか、悪質な場合は、営業停止26条や新規出店の停止となる。複数の店舗、チェーン店を運営する事業者は、系列、支店の1店舗でも不正が発覚した場合、その連帯責任を負う形で、全店舗を一斉に営業停止としたり、数年間の新規出店ができなくなる4条5項など、多大な損失を被ることになる可能性がある。 なお、取締りの強度は、所轄によって異なるため、シャッターを下ろして、深夜営業するようなことが黙認されている地域も、あれば、特に PTA の圧力が強い地方などでは、入児連れや、ベビーカーを引客に対しても、厳格に年齢の加減による制限を適用する地域もある。なお、ゲームセンターに設置される、遊戯設備のうち、例えば投げた球のスピードを計測する、 ゲーム機のように人の体の力を表示する遊戯のように供することや、乗り物遊具、レーシングゲームがこの扱いを受けるや、占い機など社交心を煽る、恐れのある遊戯のように供されないことが明らかであるもの、自動販売機、プリクラ、キッズカードなどのような遊戯設備でないものは同法による規制の対象外となる。かつては、ジュークボックスも規制外機器とされていたが、 2008年に除外されることとなり、ジュークボックス扱いだった音ゲーが、規制対象機器になった。また、ボーリング場や24時間営業のレジャーランド、旅館、ショッピングセンターのゲームコーナーなど、事業者の床面積に占める規制対象機種の、投影面積を3倍した割合が5%以下とな、シングルロケは、上記の法律や条例に基づく入場規制がない場合は、 風的法による規制の対象外となる。ただし、そのような施設でも、風的法以外の青少年保護育成条例などで規制されている場がある。また、周辺の団体や組織、PTA などからの依頼や、あるいは自主的に企画を呼びかけるところもある。専業店は、風的法の適用を受けるため、営業するにあたり、警察の許可を得る必要がある。運営主体には、 以下のタイプがある。ゲーム機の営業を専業とせず、本業が他にある事業所や店舗に当たらない区画された遊戯施設はシングルロケと呼ばれる。このような運営方法はショッピングセンター、映画館、ボーリング場などの娯楽施設、飲食店、小売店舗など様々な業態に見られる。店舗面積に占める規制対象ゲーム機の設置面積が10%。 未満であれば、専業店では必要とされている警察の許可を得ずとも、営業が可能である。ゲーム機メーカーやゲームセンターのオペレーターらが結成する業界団体に属していない事業所も多いため、例えば、許可店舗では、不可能な1から5時の時間帯の営業など、それら業界団体の意向を感知しない営業が行われるケースもある。なお、 当初、規制範囲内での営業をしていた店舗が、規制対象機器の設置割合を上げて、許可が必要な状態になっているにもかかわらず、無許可営業をする、といった、脱法営業が問題となっており、2008年には、新潟県で無許可営業店舗が摘発された。風適法23条2項では、麻雀店、ゲーム営業、10%ルールで許可を要しないものを、 含むに関し、遊戯の結果に応じて、商品を提供してはならないとされている。ここでいう、商品とは、現金、商品券、物品等すべてを含み、その店舗で使える割引券やその店舗での飲食代等に引き換えたり、ポイントカードを付与する行為も含まれる。基本的には、客がゲームを行った結果に応じたサービスを一切、言ってはならない。例外として、 クレーンゲームのように商品そのものを釣り上げる等するゲームに限っては小売価格が800円以下の場合に限って商品提供には当たらないとされている。公安委員会の許可を受けているゲームセンター営業所数警察白書昭和62年版平成29年版ゲームメーカーのアンテナショップに近い役割も担うため自社製品の先行投入が行われることもある。また セガインタラクティブとセガエンタテインメントセガホールディングス参加タイトースクウェアエニックスホールディングス参加バンダイナムコアミューズメントバンダイナムコホールディングス参加は別格としてその他上位のゲームメーカーはロケテストの際に自社店舗を持っていないと他社に頭を下げて協力を依頼しなければならなかったただし直営店を持っていても例えば対等が ニンジャウォーリアーズのロケテストをナムコ直営店で行うなど、あえて他社運営の店舗で行うこともある。なお、メーカー系列の店舗は、メーカー直営型として、ひとまとめにされることが多いが、実際にはメーカーから分社化されたり、フランチャイズ店もあるなど、運営形態が区別されている場合が多い。パチンコ店やボーリング場、映画館、 カラオケボックスなどを運営する企業が兼業することが多く利用促進策の一環としてボーリングのスコアカードや映画チケットの半券でメダル貸し出しなど特典をつけることがある。また近畿地方におけるカプコン製品のロケテストやグループ会社に運営会社を持たないコナミアミューズメント製品のロケテストは娯楽施設型の店舗で行われる。このような店舗のほとんどが 収益の劣るビデオゲームの導入に否定的な姿勢を示し、最新の製品をほとんど導入しない傾向が強く、ファミリー向けのプライズゲームやメダルゲームが大半を占めるとがある。近年はゲームセンターがパチスロ屋に吸収されることや同業他社による M&A が行われることが多いほか、ネットワーク対応タイトルにおいては1クレジットごとの メーカーへの重量料金の支払いや熱接続料の負担、設備投資の高騰に伴う人気タイトルの導入難並びに店舗における収入の減少。1クレジット100円の場合、30から50円をメーカーに支払うため、店舗側の収入は50から70円となる。赤字を覚悟した上で2クレジット100円や1クレジット50円に設定している店舗もある、レジャーの多様化。 ソーシャルゲームの台頭などによる収益悪化で中小業を中心に撤退したり経営破綻する企業もある。デパートやスーパーマーケットなどの空きスペースを有効活用するよう狙ったもの。単独の店舗のほか、ショッピングセンターのような大型商業施設内に置かれることも多い。百貨店の屋上ゲームコーナーもこの一つである。近年はビデオゲームが全くない施設も多く。 ファミリー向けのプライズゲームやメダルゲームだけという形態も珍しくない。プライズゲームやメダルゲームのプレイ料金は1回100円を最小単位としている上、数分で数百円も浪費するのも容易なため、客の側から見ればビデオゲームより著しく費用対効果に劣る。かつてのように子供をゲームで遊ばせている間に買い物を済ませるような使い方はできず、 子供を連れて来店し、短時間遊んだら、子供を連れて退店する客が大半となった。インベーダーブーム時、全国に乱立したスタイル、いわゆるダカシ屋にあるゲーセンもこの一つである。その後のアーケードの運営経費の増大、筐体価格の高額化やネットワーク使用料の支払いなどや衰退に伴い、現在は小規模でもうまく経営している店か、店長が、 ゲームマニアであり半ば趣味で営業しているような店程度しか残っていない。また、地方の独立系の業者で店舗の作りがメーカー系に準じた質の店舗などは、ほとんどが実際はメーカー系のレンタルロケだったり、他業種の副業、節税対策的な店舗であることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。